おはようございます。今日は8月25日、バスケットのワールドカップがね、日本どこだっけ、3カ国ぐらいの共同開催ですよね。沖縄で、日本ドイツ戦いありますが、まあ世界の壁はかなり高いですから、一勝できるかできないかとか、そのレベルらしいですね。でもぜひ頑張ってほしいです。我が町船橋のヒーロー富樫も日本のキャプテンとして出ますんでね、ぜひ華麗なスリーポイントをバチバチ決めてほしいです。富永さんみたいにね、ああいうスリーポイントのサインみたいのをね、決めたらガンガンやってほしいんだけど、富樫は、人見知りだからあんまりアピールしないからね、OK サインを自分の方に向けてやるあのスリーポイントサイン、ぜひ見てみたいものでございます。はい、ネガティブオーラボヨンボヨンに出てますいや疲れました。金曜日ってことで渋滞がひどくてね、今ダブルで2箇所ピックアップして2箇所配達なんですが、1個目のピックアップと1個目の配達場所がめちゃくちゃ近かったのに、途中にピックアップ入れてズーンと行っちゃいまして、30分以上そのお客様待たせることになっちゃって、多分怒ってんじゃないかなと思うんですよね。でもってそっからまた2個目の配達先がめちゃ遠いところ、トータル1時間33分かかって1500円。これはねちょっとひどいです。時給1000円で終わったところからのがちょっと不便なとこだったので、その後一切仕事入らずでほっぽらかしにされてる感じですね。いやー参りました。まあ単価安くても次ポンポンつながればいいんですけれども、これでまたある程度人混みというかそっちの方行くまで仕事ないんで、今日は最悪でした、まあ、この間稼がしてもらったからいいじゃねえかって、やそれまでですけれども、やっぱへこみますね、まあ、昨日アマゾンで美味しい思いはさせてもらったんですけれども、いやわがままじいちゃんとしては常にいい状態のお仕事欲しいです。いや今日はちょっと疲れました。日向をものともせず歩ってる。じゃあ日陰歩こうよ、ね、夕方お散歩来てますが、先ほどウーバーから帰ってきてご飯食べたら1時間ほどぐっすり寝てしまいましたそっち行くの暑い方じゃないの。いやー本当に、ね、起きらんなかったです。暑いですよね。体力がどん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 奪われていく感じですね。なんか普通に生活しててもなんか息が切れちゃう感じで、ちょっと本当やばいですよ。じゃあ今元気なんですが、すぐにバテてミミちゃん号のお世話になるようになります。あ、そうそうそう、大谷さんがなんか靭帯損傷されたそうでね、もう今シーズンはピッチャーとしては起用されないようで、まあね、本当どんだけ大変なことをやってるかっていうことなんでしょうね。無理せずにね、長く野球楽しまれてほしいと思います。なぜか仕事行く前に
因縁の卵焼き1個を食べていきます。剃ってないよね、はい、この子が和子さんの食堂に詰まりました。みーちゃんはお散歩帰ってきてガシガシしてもらってます。あとね、桃も食べてから出かけました。あとは目のためにブルーベリーかな、うん、チキンラーメンです。クリーミーグラタンチキンラーメンとヤンニョムチキンラーメン、山ですよ。対象商品を買って、これは何、トートバッグ、オリジナルエコバッグひよこちゃん、オリジナルエコバッグひよこちゃんがもらえたそうです。ね、3色ですノベルティ好きだからね。セブンイレブンです。これからアマゾンに行ってきます。先ほどの和子さんを苦しめた卵焼きなんですが、なんか腐ってたみたいで、ちょっと食べたら上のめちゃめちゃネチャネチャしてる透明なのがついてまして、もう口の中が一瞬にしてなんか渋いっていうかバーってなっちゃって、今ねちょっとねこの辺がね鳥肌立ってんですよね。なんもなきゃいいと思うんですけれども、和子さんのケプケプなった詰まってケプケプなっちゃった時の袋もらってきましたんで、最悪こういうふうにゲーそういうことにならないといいんですけれども、お腹はねまだまだ下るまでいかないと思います。ちょっとやばいかも本当にこれでは、まあ、とりあえずお仕事ちゃんとできるように4時間なんとか持ってほしいです。では行ってきます。